注目の2番人気、3番スペシャルウィーク。行きます。年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。さあ、一番人気の紹介です。グラスワンダー、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はメジロブライト。さあ、2番人気はこの子、スペシャルウィーク、十分に勝利を狙えますよ。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。14番と13番、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、第4コーナーカーブ。長丁場のこのレースですが、14番早くも先頭に躍り出た。13番続いている、激しい先頭争い。その後から1番6番外から行く、内から行く。2番少し離れて鶴丸剛。1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。内から行く、永遠のオペラ王。1馬身差、8番大きく離れて、スペシャルウィーク、外から外から。グラスワンダー、そのうち並んで。5番外から外から、メジロブライト。後方2番手に11番、4番最後方からのレースになりました。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。13番会場に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。依然として13番続きました。14番3番手に2番鶴丸剛。4番手差がなく永遠のオペラ王。内から内から、1番さらに内から、6番そして外目を突き出しては8番。その後スペシャルウィーク、グラスワンダー、この位置につけています。1馬身離れて5番1馬身差、メジロブライト。内をついて4番ポツンと2人。11番向正面に入って先頭は13番先頭は依然13番1馬身リード。続いて鶴丸剛、残り数メートルを通過。そして内目を突き出しては14番千円のオペラ王。並んでくる5番手に2番さらに外。1番6番水槽外から行く。8番メジロブライト、水槽外から行く。スペシャルウィーク、すぐに続いてグラスワンダー、少し後ろから5番内から4番そして最後方11番意気揚々と先頭行きます。鶴丸剛、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですか。第4コーナーを進んで直線へ向かう。日本一の馬娘として、このレース、この勝負